店長、万引きです。メロンが万引きされました。なんだと、メロンだと、うちのナンバーワン高額商品を。今万引き犯は店の出入り口付近に行きました。あー、今日寒いな、帰ってコーヒーでも入れるか。犯人は青いスカートにピンクの上着を着た、スタイルの良さを鼻にかけてそうな女です。わかった、君は業務に戻れ、万引き犯は私に任せなさい。ありがとうございます店長、キモいけど男気があります。お、え、ん？そういえばコーヒー豆切らしてたな、スーパーに寄って買ってくか。あ、今すれ違った人、私の今日の服にめっちゃ似てたな。青いスカートにピンクの上着、そしてスタイルの良さ、見つけた、見つけたぞ。コーヒー豆、コーヒー豆。おい、そこの女、事務所に来てもらおうか。え？お前だよ、お前。は？私？で、要するに私が万引きをしたと。そういうことだ、さっさと盗んだ商品を出せ。いや、私何も取ってないですから、勘違いです。バッチリ目撃情報と同じ青いスカートにピンクの上着じゃないか。勘違いなんてそう都合よくは起こらんのだよ。いや、私らの世界は都合のいい勘違いが起こりまくる世界なんやけど、まあそれはええか。とにかく私は何も取ってない。嘘つけ、このカバンの中が。違う、ポケットは。手荒にするのはやめてくださいよ。上着のポケットない、スカートのポケットここにもない。さすがにメロンはポケットには入らんか。ほら、何も出てこないじゃないですか。ぐねねね、しかし服装からして間違いなくこの女が犯人のはずだ。どうやってあんな大きいものを隠しているんだ。どこからも何にも出てきません。そもそもカバンに入ってない時点で商品を隠せる場所なんてどこにもないじゃないですか。わかったぞ。え？お前か、お前がうちの商品を隠している場所が。は？この女、こんなところに、こんなところにメロンを隠していやがったのか。あんた、嫌にスタイルがいいじゃねえか。ああ？何よいきなり。出るとこが出まくってやがんな。万引きの話はどこ行ったんよ、急にスタイルの話なんてし始めて。しかしよーく見るとやっぱりその細身のスタイルにしては少し出すぎてやしないか。ちょっと、いやらしい目で見んといてもらえますか。ん？不自然だな、おかしいな。なんか急に変な雰囲気になってきたな。その洋服の中身はどうなってんのかな。か？洋服の中身？これってもしかしてこのおっさんの手口なんちゃうか。その中身見せてくんないと警察に連絡しちゃうかもよ。密室に女性を連れ込んで、この脅しでおっさんの毒牙にかかってきた女性たちがたくさんおるのかもしれん。いやらしいエロ親父め。早く早くその中身を放り出しまえ。中身放り出せって、キモい、このおっさんキモすぎるやろ。メロンはうちのスーパーでもナンバーワンの高額商品だ。この小娘にメロンを持っていかれるわけにはいかない。なんか怖なってきたわ。まさかこの下でスカートの中とか盗撮とかされてないよな。なあ、なんだよ。あんたもしかしてこの部屋にカメラ仕掛けるとか悪どいことしてへんよな。カメラ？なんだ、カメラが気になるのか。なるほど、自分の犯行の証拠になりそうなものが残ると面倒だってことだな。なんだい、お前はカメラがそんなに嫌なのか。嫌に決まってるやろ、カメラ仕掛けるなんてやり口が卑劣すぎる。いや、そもそも万引きしてるお前の方が卑劣だろ。卑怯者、下劣民、下等生物。なんでそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。ゲスの極み雇用主。うるせえな、てめえこそ早くそこにあるでかい二つのメロンをほっぽり出しておとなしく俺の手の上に置け。でかい二つのメロン、こいつどこまで下品な男なんや。私はあんたの手口には乗らへんで、私のメロンにはあんたには指一本も触れさせへん。なんだと、やっぱりお前メロン持ってんじゃねえか。持ってますよ、自分で言うのもなんですけど、なかなか上等なメロンを持ってますよ。
でもこのメロンはあんたのためにあるものじゃございません。万引きを認めてるのに返品お断りの超珍しいタイプ。めったに万引きの起こらないうちの店なのに真犯人にエンカウントしまった。こうなりゃ力づけだ。上着を脱がすしかないな。何アホなこと言ってんの、信じられへん。私は帰りますから。おい待て、ちょっと待て。そんなことが許されると思ってるのか。は？それはこっちのセリフや。こっちのセリフ、どういうことだよ。こんなところに連れ込んで胸を放り出せとか、挙句の果てに脱がすとか、あんたのハレンチな手口は全部警察に喋ったるからな。は？ハレンチな手口、警察？まさか、まさかあんた何か勘違いしてねえか。実際に私はこうやって被害に遭いかけてるんやから勘違いもなんもないやろ。いや違う違うんだ、俺はただ万引き犯からメロンを取り返したいだけで勘違いだ。おっさん、あんたの言葉そっくりそのまま返したるわ。勘違いなんてそう都合よくは怒らんねん。いや俺が間違っていたかもしれない。この世界は勘違いだらけなのかもしれない。はい、ほんならおっさん警察行こか。待ってくれ待ってくれ、違うんだ違うんだ、メロンメロンが欲しいだけなんだ。まだメロンメロン言ってんのかこの変態が。